海上幕僚監部、英語、マリタイムスタッフオフィス、略称、MSO は、日本の官公庁の一つであり、防衛省の特別の機関である。外国軍の海軍参謀本部ないし、軍令部に相当する。海上自衛隊の防衛及び警備に関する計画の立案や部隊等の管理及び運営の調整に関する事務等を司ることを任務とする防衛省に置かれる特別の機関である。海上幕僚監部の長は海上幕僚長である。海上幕僚監部は軍政、軍令事項双方を職掌としている。主に海上自衛官によって構成され、いわゆる背広組中心の防衛省内部部局とともに、専門的知見に基づき防衛大臣を補佐する役割を担う。2000年代に入ってからの防衛省改革により、部隊運用にかかる部分については、統合幕僚監部、統合幕僚長の職掌となり、海上幕僚監部は、フォースプロバイダーとしての部隊運営が主となっている。長は、海上幕僚長。海上幕僚監部には、海上幕僚副長及び総務部、防衛部、調査部、経理補給部、技術部、通信所が置かれた。総務部総務課の文書班と、情報公開、個人情報保護室を統合し、行政文書管理室を新設。人事教育部人事計画課の募集班を廃止し、募集推進室を新設。ありがとうございます。